はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルーシです、では今回はパワープロ2018栄冠内の続きをプレイしていきたいと思います。前回最後練習試合九十九里商業と激戦の末9回裏に7点を取って、まあ、劇的なと言っていいと思うんですが、逆転勝利を収めたこのエアアジア高校なんですけども、今回は7月14日から続きをプレイしていきたいと思います。まずはどうしても日曜日に見えている、特訓は踏みたいので、そうなるとまずはペッパーを入れて変化球投げ込みで確実に日曜日の特訓を踏みます。まあ、予定通りの特訓ですね。まあ、ここはね、2年柴崎、彼にどうする？広角打法が欲しい。いや、流し打ちでもよかったけど、しょうがないね。お、機器交換をもらったので早速使いましょう。ストップウォッチか、ちょっと微妙だけどしょうがないね。まあ、贅沢は言えないというところで、2つある5のスクワットかダッシュ、まあ、ダッシュを踏みますか。さあ合宿ですね。さて合宿どうしようかな。ここは根性回復、怪我しねくさ欲しいな。かく乱、プレッシャーラン、かく乱、プレッシャーランは今までで言う、ゲッツー崩しかな。大抜きがタイピン C になりましたね。いやー、みんな微妙だな今回。石森くんとかちょっとね、どんくらいの能力か分かってないからな。監督が各選手の能力を知らないというのも問題なので、ちょっとここは一回見ていきますか。大貫くんだね。負け運持ち、スライダー、スプリット、この辺りはしょうがないかな。ただ野手能力で弾道が高いっていうのはすごいな。じゃあ続いて山谷、勝ち運持ちか。スタミナをもうちょっと伸ばして将来のエースにしたいっていうのと、野手能力が高いですね。打てるピッチャーで、土肥、彼女持ち、調子極端、まあ、彼女いるとね、調子極端になりやすいですよね。彼女に左右されやすいっていうね。藤野はパワーヒッター持ちのパワー F か。パワーもうちょっと伸ばしてホームランが打てる選手になってほしいな。で西田くんですね。で石森は、石森もちょっとまだまだこれからって感じかな。で1年生の2塁角田、逆境にいぶし銀持ち、対左投手っち根岸で二見くんですね。パワー D、 まあね、二見くんはねホームランが打てるんで、まあ、今後に期待できるかなというところですね。で諸星、初球丸でミートが D か。パワーが E、 パワーがもうちょっと上がってくれば打てる感じになりますね。で柴崎キャプテンです。まあこんな感じですね。じゃあ改めて合宿を見ていきます。彼女持ちの土肥か。まあベースランニングだったら指立てにして、さよなら男、満塁男狙ってった方がいいかな。
じゃあまずはミートバッティングを入れる、いやここはベースランニングとスクワットで3を2つあるうちの1つを潰しましょう。まだねミートを上げていきましょう。まだで諸星くんはさすがにちょっとパワーに振っていって、柴崎、いやー違うな、まだミートだな。で柴崎だけパワーに変えていきましょう。総力もすでに50あるんでね。でここはじゃあミートを入れておきます。みんな疲れてヘトヘトなんだったら食事会を入れよう。で回復してもらいましょう。ここは回復踏ませてあげたかったけど、ちょっと回復は踏めないか、しょうがないね。まあ合宿明けでみんな疲れてるってなってますからね、できれば休ませてあげたかったんですが。まあここは柴崎を推薦しておきます。ちょっと位置が溜まりすぎてて危ないな。練習試合の申し込みはするとしてだ。ここは中堅の、いや千葉南だな、負けてるからね地方大会の2回戦で。まあ、弱小同士の潰し合いっていうなんともな感じにはなりますが、1ばっかだね。まずは進路相談を使ってミゾット社員を進めておきます。まあ、将来的にこれで器具がもらえればなおよし。この野球部の評判が上がったっていうのは、あの野球部いい人たち多いよねっていう評判ですよね、きっと。あの野球部強いよっていう評判ではないと思うんですよ。さあ張り切りボーイ、今日は1年生の山谷にしましょう。まあ、ピッチャーの操作はちょっと面倒ではあるんですが、打ち勝つ野球を掲げている以上ピッチャーは炎上しても仕方がないというところなんですけどね。さあまず藤野ですね。まあここは速球中心、いや変化球中心定位置の打たせて取れていきましょう。これは抑えるね。よし、おっと二見、あれくらいはなんかちょっとうまいことやってほしいなっていうのが正直なとこなんだけど、まあ打ち勝つ野球、打撃中心でやってる以上はしょうがないかな。ここを確実に代わりに抑えましょう。まずは先制点現状ですね。まあ外野がトンネルしないことだけを祈りたいからな。これは大丈夫だね。ちょっとねこの二遊間かなり心配だからな。
さっきのこともあり、よし、ここはシンカーで空振り三振。このシンカーもうまく決まりましたね。まあランナーは進んではいますが、これは一塁は追いつかないね。臭いところとデッドボールはちょっと違うんだけどな。まあしょうがないですね。ただピッチャー陣はね、さっきも見てもらった通り貧弱なんで、1回でも多く守ってもらわなきゃいけない、投げてもらわなきゃいけないっていうのがあるので、あんまり臭いところをね、やりすぎて球数が増えていくっていうのはちょっと避けたいんですよね。これはゲッツ、ゲッツ狙えないか。二見が二塁のベースカバーに入るのが遅すぎたんだな。これは大丈夫だよね、大丈夫だよねっていうのは二塁ランナーが帰ってこないよねっていう意味ですね。ここはどうしても抑えたいので低め中心に行きましょう。で、球数を使ってでもいいので臭いところで、よし、カーブで空振り三振。二見大丈夫だよね。本当にね、この二見角田の二遊間不安なんですよね。大丈夫か、よし、二見バッター陣がね、1点2点と取ってくれれば、この山谷の頑張りが報われるんですけどね。これは大丈夫だね。もうね、この大丈夫だねっていうのが、点を取られないことへのハードルが下がってるっていうのがちょっと残念なチームなんですけど、まあまあまあ、まだまだこれからですからね。ここは伝令を送ってスタミナを上げましょう。まだね、ちょっと引っ込んでもらうには早いんで。ここは絶対点を取られたくないので、臭いところから攻めていきます。よし、最後はシンカー空振り三振。ツーアウトランナー一塁二塁で根岸は一発があるんで、ここはツーアウトですけど連打を狙っていくしかないからな。もう多分ね、そんなに攻撃で指示が出せる場面っていうのはないと思うので、千葉南にリベンジしよう。リベンジ、よし、抜けた。三塁線、これは二塁ランナー帰ってくるね。これで勝ち越し。これはダメかな。ダメだね。当たりは良かったんですけどね、ちょっとやっぱり打球が上がっていかないのが、まあ、チームの方針なんでしょうがないですね。さあ、この虎の子の1点を守ろうと言っている最中からランナーが三塁に進むね。ノーアウトランナー三塁一塁、まあ、ただまだね、ちょっと引っ込んでもらうわけにはいかないので、頑張って投げてもらおう。デッドボールか。なんか危ない雰囲気だな。ここは開き直ってしっかりいってほしいけど、逆転のランナーが帰ってきます。これで1点ビハインド。
1点リードから1点ビハインドに変わっちゃいましたが、冒頭からお話している通りピッチャーが3人しかいないんで、山谷にはもうちょっと頑張ってもらわなきゃいけないんですが、さすがにボロボロだな。変えましょう。ここはじゃあ大貫、負け運持ちの大貫君。大丈夫か大丈夫か大丈夫か。ツーベースにならなかっただけマシなのかな今のは。まあただね、得意の9回裏の奇跡を持ってるんでね、まだ諦めずに頑張りましょう。ただね、ちょっとピッチャーがいないんで、どっかでこの流れを止めないとピッチャーがいなくて終わっちゃうっていうことになるんだよな。まあ、ちょっとここはノーアウトランナー満塁で打たせて取るっていう指示もどうかと思うんですが、ちょっとどうしようかな。炎上が止まらないな。炎上がこれさ、本当にさ、これ以上炎上すると大貫君の心にダメージが残るんじゃないかって気がするんだけど。ここは大貫の自らのプライドのためになんとかこの炎上を止めてほしいけど、ポテンヒットだな。止められないな、この炎上が。もう残っているのが土肥くん、彼女持ちの土肥くんしかピッチャーがいないんで、どうしてもここ変えられないんだよな。変えられないんだよ、土肥くんが大炎上してるけど、もう許してあげてほしいけど、高校野球の残酷なとこだよね、これ。コールド負けですね。あれ、コールド負けないの？いや、ちょっと待ってくれ。これもコールド負けにしてほしいんだけど。これ以上このチームを傷つけないでほしい。いやー、ちょっとピッチャーにしたのが良くなかったな。やっぱりこの辺りも監督の采配ミスですね。采配ミスっていうか判断ミスだな。まあ、ただそうは言ってもこの試合も投げ切らないといけないというか、戦い抜かなきゃいけないことが判明した以上はちょっと気合を入れな。でも、ちょっと待ってくれ。マジか、ドヒ。お前もうピヨってんのか。いや、きついなぁ。これで7、8、9って。いや、ドヒ、これさぁ。ちょっと待ってくれ。マジか。もうピッチャーいないんだけど、うち。この、降参っていうシステム、ないのかな。もうちょっと無理ですっていう降参システム。これはセンター抑えるね。いや、この回13点だろう。もう許してほしいけど、あ、そうか、7回の裏を点が取れなければコールドですね。まあ、ちょっとね、7回裏の奇跡を起こすにも13対2っていうのはどうなんだろうな。なんか頑張ってほしいっていう気持ちと、もう終わらせようっていう気持ちが、何とも言えない複雑な感情を生み出してますけど、ここでだって間違って3点取っちゃったら、土肥くんもうスタミナボロボロなのに残りの回を投げ抜かなきゃいけないわけでしょ。それはちょっと無理だよな。やめよう、それはやめよう。土肥くんのためにやめよう。おい、マジかい。何のいたずらだこれは。本当に
それに乗っかる自分もどうかと思うんですけどね。よし、これは土肥くんにまた奇跡を起こしてもらおう。土肥くんに投げてもらうしかないな。まあ、ここで活躍すればね、それだけ選手個々の能力自体というかね、経験値というか、上がっていくので、それはそれで悪いことではないんですよ本来は。まあ、ただピッチャーがいないっていう、そこだけなんですよね。なので本来の高校野球の精神に立ち戻ろうとするとこの流れなんだよね。元気いっぱい横田君の前に、それでももう1点取るか。よし、で柴崎だな。最後は三球三振。あ、そうか、もう7回なんで7点差がついてればコールドですね。まあ頑張ったと、ちょうどいい感じだったという調子入れ合わせができた感じかな、結果的には。ちょっとピッチャーを張り切りボーイに選択するのはもうやめましょう。これは下に行ってとりあえず体力を回復しておきましょうか。まあ土肥くんもね、その大貫くんも大炎上しちゃったからな、精神的に結構参ってるんじゃないかなって思うんですよね。と言っても今アイテム何もないよね。黒土にもちろんしたいけど、したいけど何もないから、もう夏休みが終わってテンション下がってくるやつら出てくるんじゃないかな。どうする、土肥くんとかさ、スタミナがなさすぎてワンポイントでも使いづらくなっちゃってるんだけど、まあしょうがないな、もうちょっと現状維持の練習メニューで信じてやっていきましょう。ここは指立てで体力回復を入れておきます。お、公式戦が始まるんだな、もうちょっとで。じゃあちょっとね、キリがいいので一旦ここで終わりにしてですね、次回は公式戦を、じゃあプレーをまたしていきましょうか。秋の公式戦を、今日の張り切りボーイは、いやもうね、ピッチャーはゴリゴリなんで諸星にしよう。
と思ったら試合は開始しなきゃいけなくなっちゃったね。じゃあこの試合初戦は戦いましょう。まあ、山谷が調子がいいんで、まあ、ある程度ねその長いイニングを投げてくれれば試合にはなるんじゃないかなと思うんですよね。あとはバッターが打てるかどうか。さあ諸星君、ここはまあいつものパターンですが、いきなり追い込まれちゃったらミート対応に変えていきましょうと言ったら空振り三振。諸星くんがねちょっとここでお祭り男を使って連打を打ってもらいましょう。よし、うまいバッティングでしたね。1対1か。もう 2,3 点ポロポロっと点が入ってくるとだいぶ山谷君としても気持ちが楽になるんじゃないかなと思うんですけどね。で9番石森、ここは何が何でも点が欲しいので究極の思考を使う必要なかったね。どうこれは、超える。1点勝ち越し。 まだ4回裏ですけどね、常にリードを保ってプレーするっていうのだと全然違うからな。よし抜けていく。これは二塁ランナーは帰ってこれないか。で6番の奥山くんですね。黄色い声援で全員の調子を上げた上でミート対応積極引っ張りでいこう。どう、よし、これは二塁ランナーも帰ってくれる。ツーベースになるぞ。よし、まあ、初戦で負けるともうテンションだだ下がりなんで、それだけは避けたいっていう意味で言うと、まあ、油断はまだ早いですけどね。追い込まれるのがちょっと早かったな。最後はシンカーに手が出ませんでしたね。よし、インコースのボール。ちょっと打球に力がなかったかな。さあ3点リード、これをしっかりと守りたい。カウント2ボール1ストライクから、ここはどう、よし、カーブにシンカー、カーブと続いて最後はカーブで見逃し三振。もう 1,2 点あるとねいいんですけどね、結局この A 館9は本当にその炎上があるんでね、さっきの千葉南高校との練習試合で見てもらった通り1回で13得点取られるとかっていうのが、まあ残念ながら普通にあるんで。打てる山谷、しかもレフトは飛んでる。山谷でしたね、山谷。今実況が山谷と言いましたから。これは三塁正面。根岸君はここは強振対応の流し打ちでいきましょう。
笹原君のねピッチングがどういうピッチングかっていうのを見極めながら最終ジャッジはしていかなきゃいけないと思うんですが、まず内角から入ってきましたね。次外角か、翻弄されてるな。当たり、ここはどうするかだな。まあ、臭いところでしっかりと削っておきたいけど、一番嫌なのがランナーを出すことなんで。まあ5点差あるんでね、しっかりとやっておけば大量失点さえ防げればいいかなというところなので、一球ボールが浮いちゃったんで低め中心に変えましょう。で3ボールとなったら打たせて取れ。よし、二見大丈夫だよね。よし、ちょっとその流し打ちね、最初の1球2球でファールにしちゃうとカウントが悪くなっちゃうんだけど、しょうがないですね。さあ4番の2人、いい当たりだけどこれはゲッツーかな。なんとか二見が一塁まで激走してくれましたね。激走。これも当たりは良かったけど、当たりが良かった分ランナーが間に合いませんでしたね。しょうがない。さあここなんですよね、一番怖いの。この最終回に大炎上のパターンがあるんで、1球ずつ指示を出していきましょう。うわー、フォアボールか。いきなりフォアボールを出すとろくなことがないんでちょっと怖いんだけど、ここはゲッツーを狙っていこう。守備を鍛えていないのにゲッツーかっていうのはあるけどね。2球で追い込んだら臭いところ、大丈夫だね。よし、ゲッツー取ろう。プレッシャーランを食らったな。よし、最後は山谷くんが完投。まあちょっと山谷くん以外のピッチャーも出してあげた方が、山谷くん以外のピッチャーが育つっていうのはあるんですけどね。まずは秋の地方大会初戦を飾れました。奥山は3安打猛打賞、藤野もマルチ安打、石森に関しては4安打だな。まあ、とりあえずはこのそこそこの状態を維持しましょう。まずはそこからですね。できればね中堅まで上げたいところですが、はい、
では本当にね時間が30分過ぎていい時間になりましたので、一旦今回はここまでにさせていただいて、次回ですね引き続き秋の地方大会勝ち抜いていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。